里崎チャンネルジョッ、こんにちは。さあということで、はい、今日は毎年恒例のビックリマン選手、はい、ね、はい、初めて見た方には説明しないといけないんですけども、はい、思う以上に2023年頑張ったなっていう選手を評価する、うんうん、その頑張りにびっくりっていう、はい、予想以上期待以上の活躍をしてくれた選手、そんなにみたいなね、はい、っていう選手を、はい、あの12球団で決定していくっていうところで、うん、今日はパリーグ編です。はい、まあ、まずはですね、うん、じゃ優勝したオリックス、オリックスから、はい、やっぱりもう、うん、このビックリマン選手で言えば頓宮でしょ。いや、そりゃそうですよ、ね、首位打者ですよ、一気にね、うん、でも最後休んでよかったね。そうですね、うん、あのまあ、上がった可能性もあるけどね、うん、下がらないっていうところがあってね、はい、うん、3割7厘、うん、こんなこと言ったらあれだけども、はい、過去統計で一番低い首位打者です、3割7厘。え、そうなんですか。そうです、はい、2割台の首位打者はいないんですか。いないんですよ。でパリーグで言うと、うん、最低打率っていうのは1976年太平洋の吉岡さんが3割9厘なんですよ、はい、これまでが。そういった意味ではね、はい、しかもファースト、これはもうキャッチャーやんないね、はい、もう二度とね。そうですね、うん、まあ、やる必要もないしね、うん、もう打つことに専念していただいて、うん、シーズン中、はい、俺すごい言いたかったことがあったけど、うん、言えなかったことがあった、はい、めっちゃ山川似てんの打ち方が、うん、あ、そうで、なんか山川と自主トレ一緒に行ってたんだよね、意識してるみたいな、足の、だからその足のね、ちょっと一本足にして、うん、足ちょっと蹴って、うん、ちょっとバット立ちながらっていうのは、うん、めちゃくちゃ似てたんだけど、言っていいのかどうか分からなかったから、あの言えなかったの、はい、何が一番変わったんですかねって裏で言われるから、うん、いやもう山川と自主トレって、多分山川のタイミングの取り方とか、体の使い方を多分学んだのが大きいと思うって、うん、はい、見てみって言って、そっくりやろって言って、うん、言えるけどどうするって言って、うん、ちょっとやめときましょうかみたいな、やめときましょうになっちゃうんですね、やっぱり、ね、やっぱテレビはね、うん、はい、っていうところもあるから、そこがやっぱ生きたよね、うん、その体の使い方も含めてね、うん、日本シリーズのねホームラン一発っていうのもあるしね、はい、逆方向へのね、うん、バッティングもあったし、さらにね今年どこまで飛躍するかはかなり大きな期待ですね、はい、あとピッチャーはやっぱ山下俊平太ですね、はい、まあ、最後ね怪我してなかったらもう10勝楽勝でね、うん、言ってましたね、言ってたけども、うん、まあ、今年ね、昨年1年9勝3敗、はい、防御率 1.61、うん、いいとは聞いてたけど、はい、あんなにいいと思わなかったね。いや、そうですね、うん、しかもカーブとフォークだけだよ投げてるの。しかも先生がね、シーズン前から今年くるくるって言ってね、でちょっと収録時点では分かんないですけど、うん、新人王も取ってるかもしれないですね。新人王はもう確実だ ね、うん、うん、フォークなんてプロ入って覚えたんだよ、のぼさんに教えてもらってね、うん、あまっすぐとカーブだけなので、ね、うん、高校の監督さんがまっすぐとフォークカーブしかない教えてくれた、うん、へえ。どんどん変化球を覚えていくだろうし、はい、進化が止まらんな、うん、これは本当にまだね、今年1年の活躍が楽しみだね、うん、はい、そうですね、やっぱこのオリックスはこの2人だね、はい、うん、あともう一人私的には、うん、東投手も、うん、ね、やっぱあの負けない男っていうのは育成から上がってきて負けないっていう、うん、あれはチーム支えたんじゃないかなと、ね、あとはこう山下俊平太がいなくなってきてからだから、そのローテーションを守れたよね、うん、そうですね、そのチームとしてのね、うん、あれ東いなかったら独走になってなかったかも分かんないからね、うん、一瞬詰まった時あったから、ちょっと救世主的に、うん、そうだね、そこは山下いなくなった時の東がね、うん、山下の穴を揉めれて今年は山本の穴を揉めていけるんちゃうかっていうね、うん、ところはかなり期待値がね、はい、大きくなるね、はい、続いてロッテ、はい、ロッテのびっくり選手はやっぱポランコやな。お、そうですね、最初全然だったからな、うん、全く出へんし、うん、なんだと思ってたけど2試合3連発だったからね、はい、でも全部ソロ、うん、だから俺言ってソロンコって言ってちょっと上手いですねソロばっかりだからソロンコって言って、うん、言ってるんだけどチーム内首位打者、チーム内ホームラン、チーム内三冠、はい、私あの本当のホームラン王でもありますからね。そう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 、はい、ポランコいなかったら多分もう B クラスになってたかも分かんないよ、うん、そうですね、ジャイアンツはよく手放してくれたよね、うん、逆にジャイアンツにポランコいたらもっと良かったかも分かんないよね、はい、そういった意味ではホームランを取るとは思わなかったね。いや、まあ、数がちょっと今年少ないですからね、うん、まあ、26本っていうね、うん、ところはあるけども、はい、だってロッテでいうと、うん、1986年の落合さん以来のホームラン王だから。あ、そんな出てないんですか。そうだよ、はい、落合さんだとオリオンズだから川崎だからロッテオリオンズですね、うん、千葉でもないから、はい、やっとこのねホームラン王呪縛を、ね、うん、解き放ったっていうところでは、はい、まあ、ポランコのね、うん、頑張りは大きかったかなと。大きかったですね、はい、でピッチャーは、うん、やっぱ西村だね、はい、もう西村の人生も変わったね、うん、日本ハムからね、はい、まあ、北田とトレードで、やってきて、うん、もうリリーフのねなくてはならない存在になったっていうところでは、うん、非常にね大きかったし、本人にとっても良かったよね。いや、そうですね、うん、
こんないいと思わなかったね。44試合登板、うん、4勝0敗、うん、防御率 1.25 だから、はい、まあ、俺後輩だからね、帝京大学っていうところではね、いやめちゃくちゃね、本人にとっても転機になっただろうし、今年30歳だからね、30歳にして、まあ試合数とかはね、2019年に35試合投げたりしてるけども、大体3点後半から4点台だからね、防御率も、それが 1.25 だから、まあ本人もね自信になっただろうし、まあここからね長く野球続けてもらいたいなっていうところはあるけども、本当にこの西村、はい、そしてまあ去年トレードしてる坂本、この2人いなかったら終わってたよ、ロッテのリリーフ陣。あとあのペルドモ投手もね大きかったですね。あ、そうだね、うん、まあ、頑張ったね、はい、そういった意味ではね、このロッテはポランコと西村がね、やっぱ一番びっくりした、うん、ね、そこまで活躍するとはっていう ね、 そうですね、ところだったけどね、うん、はい、で続いて3位ソフトバンク、うん、まあ、ソフトバンクはね、やっぱり状態的にチームがよろしくないっていうところが、はい、このびっくりマン選手を決めるときに発覚したね。あ、 そんなにこう突き抜けた人がいない。いや、若手の、うん、うおー、今まで結果残してるんだけど頑張ってねっていうやついた。あ、そうか、突き上げがないってことか。うん、ってなったら結局は、はい、うん、打つのが近藤になるわけよ。まあまあ確かに、まあね、この何がびっくりっていうか、うん、え、まさかプロ野球2年連続三冠王ないよねっていうドキドキ感あったね。ありました、うん、でしかもね、まさか勝っちゃうかもって、うん、最後の最後の打席でホームラン打って、はい、うん、ホームラン王のねタイトルと打点王か、うん、はい、だから2冠取ってね、うん、でまあ打率はね3割3厘だったから、はい、4人足りなくてちょっと首位打者にはなれなかったけども、結構ありましたね可能性ね、うん、そういった意味でもね、うん、その FA で新天地に行って、うん、ホークスっていうところで、うん、こうやってタイトルね2つ取ったりというところはね、はい、まあ、本人にとってもホームラン王も初めてだしね、うん、まあ、びっくりっていうところもあるし、そうですね、三冠王あるかもっていうところではね、はい、まあ楽しめたね、味方になるシーズンだったなっていうね、はい、いピッチャーもそうなんだよ、うん、若手の突き上げ、確かに新戦力的なのが全くないの、ね、正直ね。でその中で、はい、もう佐々木的にびっくりしたのは、うん、もう有原、はい、17試合登板して、うん、10勝5敗、うん、防御率 2.31、はい、まあ、最初出遅れてね、うん、え、メジャー帰りであんまり投げないで終了みたいなパターンあるんちゃうかって思ったけども、うん、しっかりシーズン途中からローテーションにも入って、はい、で、あの山本由伸にも投げ勝って、うん、10勝5敗、うん、ね、唯一の2桁勝利で、防御率も 2.31 と、うん、もう2点台前半っていうところではね、はい、まだまだやれますよっていうところをしっかり数字として見れたところはね、うん、特に前半のスタートが悪かっただけに、はい、びっくりしたね。そうですね、うん、まあ、2桁勝ってくれたっていうところでね、うん、初期も5つ、いや、有原いなかったらホークス完全 B クラスだって。いや、ちょっと先発そうでしたね、うん、本当にね、超救世主だったんで、うん、そういったところでは、まあ、このねホークスは有原と近藤の、うん、はい、ね、どっちもほぼ主力の選手たちの頑張りにびっくりだったけども、うん、はい、こういうところがちょっと寂しいね、うん、続いて、はい、4位楽天、はい、楽天のびっくりはやっぱりね、佐々木的にはもう王号だね、はい、エグかったもんね、いや、振ったら打つみたいな、はい、結構もうチームの救世主的な感じになりましたね。ね、しかもちょっと島内がね、はい、だいぶ出遅れてっていうところで外野ね、うん、どうなるんやっていうところで、はい、もうレギュラー獲得だもんね。しましたね。一回ね、あのミスして号泣した試合があったんですけど、あの試合ぐらいからめっちゃ活躍しだしたんですよ。あれで、ね、フライ落としたやつだよ、ね、でもその次の日もめっちゃ打ったり、ね、そっからの活躍がすごかったです。ね、うん、打率2割6分2厘。はい、ホームラン10本、うん、打点53っていうね、はい、うん、形で、でもまあ一つ言うとするならば、うん、外野でエラー5は多すぎるから、やっぱり外野はエラーしても1個か2個だから、そうですね、うん、そういったところではここはねもうちょっとちょっと課題って、ね、うん、ってあるけども、やっぱこの小郷の頑張りはね、うん、今年楽天のね、はい、これ終盤の追い上げ、うん、やっぱ前半苦しかったところはね、うん、やっぱそこら辺の島内いなかった、浅村調子上がらなかったっていうところで、はい、なかなかねチーム編成上も、はい、まあ、我慢もしなきゃいけないしね、うん、その我慢してたところで結果残せない苦しさあったけども、うん、終盤このね、はい、小郷も含めた選手たちの頑張りっていうのはね、うん、まあ大きかったかな、ね、あともう一人終盤のこう立役者、うん、村林選手とか、ね、やっと右がね、はい、出てきたっていうね、しかも結構年数いってるんですよ、まあ、高卒ですけど、うん、まあ、8年目、うん、出てきたっていう、ねえ、うんうん、ピッチャーは内青龍だね、うん、俺が久しぶりに何の実績もない選手をキャンプから見てて、
いやこいついいって言って日刊スポーツでも取り上げて、うん、今年ブレイクの予感とかって言って、はい、本当にブレイクした。いやしましたね。ねえ、21歳、うん、はい、ね、防御率 2.28、 高卒3年目、うん、4勝2敗、うん、53試合登板だからね、はい、ホールドは7っていうところで、うん、まあ、要ね、この方程式とかでは投げてないけども、うん、その前とかね、うん、負けたところとか試合崩れたところでも出ていって、はい、それ以上壊さないっていうところではね、うん、非常に今年よく頑張ったなっていうところと、うん、山本がクイック気味のフォームに変えても、はい、それもしっかり取り入れて真似してるっていうところにね、はい、どこまでも追い求めるびっくりっていう、ね、あれなんか私調べによると、うん、あの山本投手がクイック早くしたのを真似したわけじゃなくて同じ整骨院に通ってるんですよ、うんうん、でその整骨院の先生とかとやり取りしてる中でそっちの方がいいって言われてなんか取り入れたら、だからあれはあえて真似したわけじゃないんですみたいな感じで言ってましたよ。まあでもね、はい、今年は先発ねやりたいとかも言ってるしね、うん、そういった意味ではねさらにどこまで飛躍するかっていうところはね楽しみだね。はい、うん、で私的にはワッピーですね、やっぱり、うん、渡辺投手、まあルーキーでね、うん、ね先ほど言ったように信じようかどうかっていうところまでね、はい、争いができてるからね、うん、非常にリリーフ頑張ったなっていうね。はい、で続いて5位西武。西武のびっくりは、うん、やっぱりねおかわりくんだね。あ、そうですね、40歳でもまだ打つわ、はい、ホームランね、まあさすがにね全試合っていうところは難しいかも分かんないけども、はい、チームホームラン王のね、17本っていうところもあるし通算450本塁打達成も打率も2割5分8厘と、はい、ね、打点40まだまだいけそうだね。いやそうですね、うん、なんか栗山選手と中村選手がねこうね、よく出るありましたもんね、うん、昨年ね同じ88試合出場で打率1割9分6厘だったから、はい、いやこのままちょっと落ちていく可能性もあるなっていうね、うん、一瞬思ったけどもここの踏ん張りね、はい、ここから野球人生を続けていくためにはこの踏ん張りが大事だから。いや結構チーム支えましたよ ね、 ね、うん、まあ、そういったところでね、まあもう40歳ぐらいになったらもう毎年かけ無事だから、はい、そういった意味ではね、まあ、今年まだまだね頑張ってもらいたいなっていうところもあるし、うん、40歳でね、はい、ホームラン王とか夢あるからね、うん、そこもね門田さんじゃないけどね、はい、そこら辺を頑張ってもらいたいなっていうね。でピッチャーはね、はい、今井ロンゲフィーバーで、はい、ね、株主総会でもどうなんやって言われる高橋光太投手とね、うん、どうでもいいやろそんなことみたいなね俺はもう思うんだよね。ロン毛だろうか、まあ、短髪だろうかみたいな、うん、そんなこと言ってるの日本人だけだぞみたいな。その中で初の2桁勝利っていうところでね、まあ、10勝5敗と、まあ、ここね、うん、貯金も作って、はい、防御率が 2.3 出ると安定してたっていうところもね、うん、まあ、良かったなと。だから防御率はね昨年も 2.41 と昨年同様にしっかり防御率もしっかりなって、で去年はねちょっと試合数がね9試合っていうところで少なかったんで、はい、勝ち星伸びなかったですけども、うん、まあ、今年はしっかり19試合登板10勝5敗というところで、まあ、もうちょっと25試合登板ぐらいまでは、うん、あの先発機会を伸ばしたいなっていうところはあるけども、はい、まあ、その中でねしっかり、2桁勝てたっていうところも大きいし、うん、被安打もね1割9分4厘と打たれてないね、この中で、まあ、しっかり2桁勝てたっていうのはね、うん、はい、高橋光成ですら10勝8敗だから、エース高橋光成より負け数が少なく、そうですね、まあね、この投手陣をまとめ上げたっていうところではね、うん、非常に初の10勝はね2桁勝利本人も良かっただろうしね、うん、これはまあねびっくりした、まあ、もちろんこれをできなきゃいけないんだけどね、はい、っていう活躍だったかなっていうね、はい、うん、私的には隅田投手、うん、去年1勝10敗から、うん、今年も10敗してます。でも、うん、1勝10敗から9勝10敗になりました、ね、まあ、去年も援護してくれればってね いうところもあったけど、うん、シーズン終盤にかけて、うん、隅田はめちゃくちゃ良くなったなっていうね、うん、あの印象がありますね、はい、9月は防御率 2.50 だからね。そうなんですよね、うん、そういった意味では、まあ、着実にね、うん、毎月6月以降は2勝ずつね積み重ねて勝ったっていうところも大きかったし、うん、はい、まあ、あと平だね。そうですね、先発転向して、ね、で、うん、しっかり11勝とチームの勝ち頭だからね、うん、そういった意味ではね、うん、自らね先発やりたいって言って、うん、でその中で、ね、プレッシャーもね、うん、あの責任感もあった中でね、はい、しっかりチームの勝ち頭として11勝をねあの積み重ねたっていうところはね、うん、まあ、WBC も辞退してね、うん、1年間頑張った甲斐がありましたね、はい、いや YouTuber もしつつオフは頻繁にやってるらしい。そうなんですね、うん、いや面白いですよね。で続いて、はい、日本ハム。日本ハムのやっぱりびっくりはやっぱ万波でしょ、はい、そうですね、もうちょっとでね、うん、ホームラン王っていうところもね、うん、あっただけにね、はい、でしかも守備もね、うん、ゴールデングラブ賞っていうところでね、はい、非常にね、肩、うん、走力っていうところを見せてね、うん、まあ、高卒5年目、うん、いい形のね
結果に結びついたんじゃないのかなと、はい、しかも打率も2割6分5厘とね、2割5分以上しっかり打って141安打っていうね、うん、ところもコンスタンスに打ててるっていうところもね、はい、非常に良かったなっていうところもあるしね、うん、出塁率がね、3割2分1厘なんでね、もうちょっと出塁率をね上げていければさらにね、はい、相手にとって脅威なバッターに、ねうん、なってくるかなっていう印象はあるけども、まあ、ここまでのね去年100試合出て2割3厘だったところがね、はい、ホームランも昨年14本だったところが倍増のね、うん、倍増約倍増の25本塁打っていうところでね、うんはい、この1年間のね頑張りはびっくりしたなって、ね、素晴らしかったです、ね、でピッチャーはね、はい、田中正義よかったね、よかった、うん、守護神として、まあ、本人ね自己最高の1年に、ね、なったんじゃないのかなっていうね、はい、2勝3敗25セーブ47試合に登板して、この47試合に登板できたっていうのが良かったよね、うん、それはまあ肩肘のね大きな問題もなくっていうところでね、はい、まあ、ホークス時代もいいいいってずっと言われてる中で、やっぱこう大事なところで怪我したりとか、うん、1年間シーズン体力が持たなかったりして成績を残せなかったから、やっぱ持ってるものはずっといいって言われてる中で、はい、まあ、怪我しなかったらね、うん、これぐらいの成績を残すっていうところが現実に見せれたっていうところではね、はい、来季に向けても、うん、さらにね本人にとっては楽しみになるだろうし、うん、チームとしてもちょっとね抑えがね、はい、ちょっといなかったからね、うん、ずっとね、うん、石川がやるのかどうなのかっていうところで、日本ハムとしても守護神に田中正義を置けたっていうところはね、非常に核をね作れて周りも固められるっていうところでは、うん、いいね補強にもなったし、はい、本人にとってはねいい分岐点になったっていうところではね、まあどうなんやどうなんやと思ってて、うんうん、1年間持つんかって思いながら持ったっていうところもね素晴らしかったし、うん、びっくりですね。そうですね、うん、まあ、ここがね2023年、うん、各チーム投打にわたってびっくりした選手ですけども、はい、皆さんがびっくりした選手をぜひコメント欄でお待ちしてます、はい。